はい、皆さんこんにちは、ピカです。 SD ガンダムバトルアライアンスやっていくよ。はい、それでは次なるミッション、イレギュラー、さてこのまま行きましょう。ガンダムラトレイヤーアップデート完了。ハーメスマーキュリー見参。こいつらみんなやっちまえばいいんだろう。うん、プチプチ潰してけばそのうち終わる。何？いきなりか。出てきたか小隊長、楽しみにしていたよ。一つ答えてもらうわ、赤メガネ。私や小隊長はこの新ユニバースを修正するために呼ばれた。それは間違いないのよね。4回か。私にはそれを答える権限は与えられていない。なんか俺狙ってるんやけど。あなたもまたプログラマーなんでしょ。私たちより前に人格がデジタルデータ化されたルーってあなたじゃないの？お、なるほど。 AI ではサクラには権限に制約がある。でもこの世界の外から来たものなら。避けて。なかなかの考察だが、それも答える権限は与えられていない。一息の時に逃がさん。でかい。ぜぜい。当てる。俺だ。飛ばしすぎたか。行くぞ。確かに軌道の武装もサンクキングダムに戦った時とは別物。アップデートは済ませたと言ったろう。貴重なデータも手に入ったのでね。ガンダムはちょっとレベル3だからな。ゼロシステムといった検証データだ。私たちがブレーク修正したミッションのデータじゃない。異なる歴史に存在するガンダムの機構。興味深いと思わないかね、ハヤト。リトルレディ、ハヤトさん、お願いします。少しはあるけど、ずいぶん悪趣味なコレクターね。ガンダムのデータを集める。ハヤトさん、謎の人格データ、このシステムに向いてるのかな。狙う。なるほど、やはりいい腕だ小隊長。そうだ、選ばれる。私たちを選んだのは管理システムってやつ。私にはそれを答える権限は与えられて。お、通信エロ。君たちが修正を進めれば、やつの計画が完成に。俺には止められる。ちょっとどうしたの？やつとは誰？それにあなたはどうして？なあったの。私にはそれを答える権利を与えられていない。何度も言わせないでもらいたいものだ。そう、もう言わなくていいよ。勝って。なぜなら終わるから。ここまで私と渡り合うとは、やはり腕利きだな小隊長くん。だが、ラトレイヤは、レディ・ユノ、ヤツの計画を、俺の言ったことを忘れるな。待ちなさい。じゃあまだ聞きたいことが。ユノ姉さん、あいつのことは後回し。ガベージスペースが崩壊するよ。ユノ姉さんが組み直したプログラムを元にしてセキュリティホールをついて脱出するから。調べなきゃ。彼が何者で、そこを誰なのか。たまぎれ。ありがとう、助かったよ。ジムスナイパーの設計図。へえ。
これってランダムなのかな。なんかグフの設計図がどの子のっても言ってたよね。次のディレクトリの特定ができた。小隊長さん、犬姉さん、行くよ。大丈夫。あ、どこかに捕まってた方がいい。捕まりたまえ。データの移動だから別に必要ないけど、気持ち的に楽ならそれでオッケー。病は木から、ユノ、病は木から。あなたたち AI なのに曖昧すぎるのよ。そう、彼女たちは AI。 でもハーメス・マーキュリーはどうなの。イリオンステーブル、全データの転送を完了。わかりやすく言うと、一回下に降りたってこと。ハーメス・マーキュリーからアドレスの追跡とかされてない？下手したら身動きが取れなく。ブレイクミッション発生。ブレイクミッション発生。さすがハロ先輩、早速働いてくれるね。その前にあの挙動不審メガネのことよ。実際に戦ってみて、小隊長はどう思った？挙動不審だったよ。攻撃で傷を負ったからという感じじゃなかった。何かをこちらに伝えようとしていたような。答える権限はないの一点張りだったのに、確かに変だよね。そう、彼には不可解な点が多いの。その上で聞くけど、さくら、あなたは一体どちら側なの？どちら側なのよ。ゆの姉さん、私は。あくまで私は味方のつもりだよ。これからどうする？ゆの姉さん、小隊長さん、私を信用してブレイク修正を続けていくか、それともハーメスやヤツっていう方を調べるか、私はどっちでもいいし協力するよ。そのために生まれたんだしね。ユノに任せる。小隊長、あなた子供の頃から困ると何でも私に丸投げして。それだけ犬姉さんを信用してるってことじゃない？私もしてほしいな。さくら、悪いやつ違う。信じてやれ、ユノ。小隊長も信じろ、小隊長。ハロ君。いや、ハロ先輩。同じ AI 同士の共感ってやつかしら。さあ、じゃあ後輩のさくら、現状を説明して。ディレクトリが変わって何か違いがあるの？やるべきことは基本的には変わらないけど、さらなる歴史が出てくるし、ブレイクの度合いも大きなものが増えてきそうだね。さっきハロ君が検知したブレイクミッション、早速同時に3つも発生してるくらいだからね。同時に3つ？ブレイクミッションが複数って、どんなミッションなの？修正方法は？落ち着いて犬姉さん、順番に説明するから、ちょっと場所を変えよう。ことと次第によっては俺の頭がブレイクするぞ。さて、このディレクトリで見つかったブレイクミッションは3つ。また宇宙世紀以外の歴史が2つあるね。宇宙世紀以外って、ポストディザスターやアフターコロニーの時代みたいなもの？そういうこと。コズミックイラと西暦の歴史だね。残りの1つは宇宙世紀になるよ。ハロ君が検知してくれたのは以上。どれを選んでもらっても OK だよ。あ、そうなの。1つ目はコズミックイラの歴史。アラスカ基地に強襲機動特装艦アークエンジェルの支援に向かう。2つ目は
西暦2300年代の歴史、不時着したソレスタルビーイングの母艦プトレマイオス2、トレミーの救援よね。3つ目は宇宙世紀。私たちにとっては1ヶ月後の未来で、東南アジア戦線に参加してジオン公国軍の秘密基地を攻略する。はあ、俺たちのオデッサ作戦の1ヶ月後っちゅうことか。ユノ正解。ユノ記憶力いい。ユノ姉さん、歴史のお勉強お疲れ様。じゃあ早速ブリッジに戻ってハル君に詳細データをインストールしよう。ハル先輩、用意はいいかな。ミッション用のパスコードを入力するよ。ハロ、逃げも隠れもしない。君がガンダムだ。大丈夫でちゅか。またか。また謎のデータをインストールされてるけど、最後はどうなっちゃうのかしら。私のハロ、ブレイクミッション登録完了。小隊長選べ。小隊長、わかった。お、ガンダムシードか。俺ガンダムシードDVD で見たんだよね。もうとっくに忘れてっけどね。お、 08MS 小隊、これ知ってる。倍返しだーだろねえ。俺あれ好きなんだよね。名前はわからん。なんだっけ、ガンダム00。なんだっけ、ロボット対戦か。あれで大好きだったんだよね俺。インパクト実況はしてないけどね。うん、まあ普通に喋らずにアップしてるけど、うん、あれで俺倍返し大好きだったんだよね。そしたらミッション選ぼうぜ。うわ、どれもしたいな。まあファーストガンダム選ぶつもりだったが、まあどれもしたいな。シードも、でもシードって途中から見せられてもちょっと分かんないと思うな。うん、まあ最初からもちょっと、うん、まあガンダムシードに乗ろうと思って乗ったんじゃないんだよね多分ね、あいつもね。で MS 招待、いやー、このグフみたいのもかっこいいね。これわかんないな、00っていう。え、あれ普通のガンダムはないの。まあいっか。そしたらガンダムグフがちょっと気になる。これいく。いや、そしたらそうね、もう一回これでいこうか。ここがラサの市街地だね。状況がわからない、急ぎましょう。ちょっと待って、ブレイク反応。こいつらみんなやっちまえばいいんだろう。うん、プチプチ潰していけばそのうち終わる。うん、プチプチやって。それでこちら TDR シエスリー。え、ガンダムシール、ボディーガンダム、ガンダムマイスター。トレマイオス2はアローズのジンクス。このミッションにブレイクインしてるのはガンダムマイスターをはじめとした西暦2300年代のモビルスーツ軍ね。ラサの戦いに介入されたりしたらまずいよ。アローズの卑劣な行為を黙って見ているわけにはいかない。ティエリアさん、トレミーの間近でガンダムシャーベル。目的が同じであれば共闘は合理的だ。どこ、小隊長さん、マイスターと一緒にアローズを押し返す。市街地へ急いで。このガンダムシード好きな方、かっこいいかっこいいねこれね。
あんた名前どういうの？俺ガンダム。あんたは？うわっ！何？今の何？なんか飛んできたけど。ガンタンクの配置急げ。遅いぞ、8招待。私たちが08招待の役割をしなきゃいけないみたいだね。今、目の前の敵のことだけを考える。了解です。ぜひガンタンクを守りつつ、確保撃破よ、招待長。箱にぞ。そこ熱源反応。情報に熱源。あれはさあ、仕掛けさせてもらうぞ。ノリス、いたね。ガンタンクだ。モビルスーツ隊、展開しろ。アイナ様のためにもここで足止めする。グフカスタム、いたいた。ここは抜かせん。あっという間に2機。ランバラルタイのブフじゃない。え、ランバルと何か関係あんの？本物のエースのためのモビルスーツ。ジムやガンダンクが危ない。死守する。怯えろ。救え。マシンの性能を生かせぬまま死んでゆけ。弱いごと。招待長、飲まれちゃダメ。え、08招待がいない。あいつシード乗ってるやつか。主人公がガンダムシードの。顔忘れてるな。どれもイケメンだからさ。これな、ちょ、お前、甘いわ。これな、お、爆発したぞ。問題ない。クー。ちょ、お前どこ、ちょ、よいて。なんか雑魚がいっぱいいるやんけど。やるな。この程度か。次で終わりだ。捕らえたぞ。いってくわ。フラットランダーめ、有力に縛られおって。何？平面的な考えしかできない。詰めてくれない、こいつ。つまりアースノイドの結晶だね。重力に魂を縛られた地上人。敵の攻撃をよく見よう。うわっ、住む場所が違うだけなのに。1回か、あれは1回か。変われないのか。2、3回突っ込んでくるやつあるやん。キメリオンさ、動けな。おらえたぞ。体勢を回復する。つかんぞ。回復。まだやれるぞ。やるな。トライさん、そこだ。まだなのか。今だ。そこの程度。アイナ様の望みは、頼むぜ。ビルエンドの脱出だが、それを助けるのが軍人としての私の役目。ベルゲル、それにアイナ様って。ザンジバル級機動巡洋艦ケルゲレン、ラザ基地から脱出する。えい、うわく、うっそ。そしてアイナさんは天田将尉が、俺を狙うな。ノリス大佐は、俺を狙うな。このため、回復させて。お願いします。お願いします。それが戦う理由。くらえ、落ちるわ。いいチャリア、ぜい。これは避けられない。
これまたあの戦闘というか敵の攻撃見やすい。これは面白い。もう正直ね、最初の2話ぐらいね、何やってかさっぱり分からない。チカ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 して、これはあの避けるタイミングとか見やすい。避けれないけどね。見えるよね。見える。俺にも敵が見える。僕を導いてくれ。撃つ。毒を。互いに背負うもの。やめて、お願いします、やめてください、お願いします、やめてください。俺を狙うな、俺を狙うな。やばいぞ、もう遊んでられんぞ。遊んでるわけじゃないけど本気だけど。頼む、あの全力で言ってくれ。あの君、名前覚えれん。無理だ。じゃあ左。あれ死んでんのか、誰か死んでんのか。あ、カイさん、やるな。グアク、これで無能だ。直撃させる。よし、うまくいったみたいだな。落ちるはいい。ジャストガード。深すぎか。くたるか、かわせるか、かわしてみろよ、かわしてみろよ。痛い、やめて、お願いします、やめてください。玉切れですから、お願いしますから、やめてください。どれだけ攻めてこようと。私を助けてください、お願いします。ちょっとお前解除しよう。なんか動きにくいと思ったら、ここだ、ここに来い。やばい、俺まで爆発する。これは俺まで。どこ、こいつ大丈夫か、カイさん。今助けてやる、今助けてやるから待ってください、お願いします。今助けてるから待ってください。来たよ。ぐわーぐわ、応急処置、残り応急処置。おいおい、助けて、誰か俺助けて、誰か俺助けて、お願いしますから助けて。ありがとう。カイさん助けてたら俺死んじゃった。もう助けん、もうあかん。頼むぞ。頼む、くれ。そこだ、これはどうだ。よし、ここまでか。あーもう嫌だ。めっちゃ面白い。あー、カイさん、大丈夫ですか。シーを消すべき人がここにはいないからね。そうか、シロ、アマダ少尉。あんたとあんなに助けてくれたのね、ありがとう。これでいいんだよ。じゃあ、あとは残っている敵の相当ね。大丈夫ですか。ティエリアさん。了解、すべてを破壊する。大丈夫。敵の増援です。ぐわ、嘘でしょ。敵が増えようが関係ない。俺、お前もうエネルギーねえって。この状況を見ているイノベーターがいる。いや、ちょっとこれガンダムちょっとレベル3じゃちょっとあかんな。どこだ、ちょっとどこに隠れている。ちょっとね、やばい、積んでるかもしれない。積んでるっていうか、そこだ。くそ、まだか。肝心な時に、まだか。積んでるっていうか、パワーアップさせてないから。なんでこれ、何、次何、俺もないって。我々イノベーターに背いたことをあの世で後悔するのだな。おいおい、ほんとかよお前。また攻撃してくるか、イノベーター。小隊長さん、もうやってくれ、お前らやってくれ。もうダメやから、俺接近戦が得意な機体だから注意して。それにしても高みの見物とは趣味が悪いね。人間はどうしてこうも愚かなのか。誰かを守るために戦いをバカにしないで。貴様は許すわけにはいかない。我々の障害となる敵は殲滅する。これはどうだ。まです。
何回三回か。これはどうだ。これやっとけ。早めにな。あなたもやって。お前の力。これ以上先には通さない。僕は自分の信じた道を歩む。オルカだと言われようか。カエさん、カエさんやって。やらせるものか。ティエリアさんの気迫がすごい。やれ、畳め、もう畳め。しかし、これ以上はやらせん。やめろ。邪魔をするな。ティエリアさん、無理しないで。招待長さん、やれ、バズーカ、バズーカ。バズーカ撃て。撃って。はい。かわせるか。まだ見える。何？クラにこれほどの力があると。人類を導くのではなく、人類と共に未来を作る。それが僕たちイノベイドのあるべき道だ。今なんて言ったの？わけわからんこと言ってんのお前。彼は。ああいつ死んでる。正しい歴史の大丈夫ですか？やばい。ルネさん。大丈夫ですか？今助けます。大丈夫ですか？早く頑張ってください。俺のために頑張ってください。お前もかー。待ってろ。よし。これはどうだ？で、物陰から撃つんじゃ。そこだ。3回か。肝心な時に。ガンダムシャベリン。行くぜ。避けてみろ。無念だ。ここまでか。し。チリと消えろ。イノベーターのブレイクアウトに。ああ、ください。俺にください全部俺のものです。僕たちのガンダムで世界の歪みを破壊する。全部俺のものです。クラビーガンダムをブレイクアウトしたね。密度の濃い紫外線だったね。まだまだ。あとはゼロ八正体を帰還させて生死を成立させる仕事が残ってるよ。敵味方が分かり合う。私にダメです。できることはないかしら。俺は高いところに残ります。こういう時は臆病なくらいがちょうどいいのよね。そうだよ。それでいいんだよ。いやそろそろね、モビルスーツ着たいんといかんね。ちょっとレベル3のままじゃあかんな。もう一気にさ、強い機体手に入ったら一気に鍛えようと思ってごっそり持ってるけど、ちょっと進行状況が進行できないレベルになってきた。へっ、俺にだってこれくらいはな。あんた結構いい腕してるだろう。グフカスタム来たー、来ました。セラビーガンダムなんだっけ。シードのガンダムか、なんか聞いたことある。グフカスタムです。これ乗ろう。これガツンと行こうかな俺。うーわ、ごっつ、ダブルゼータみたい。ちょっとね、ガンダムずっと乗ってたから、グーフカスタム行こう、ちょっと。うーわ、かっこいい。うーわ、かっこいい。うーわ、もうダメ。さて、はい、それではね、今回はここまでにしときます。グフカスタム、次出撃しようかな。
はい、それではまた次回お会いしましょう。またね。